私と兄には同じ年の娘がいるんだけれど、それが同じ中学で、遊びに来ていたメイが林間学校だったか何かの準備で用意してあった娘の衣類を見て泣き出した。多少派手ではあるものの、女の子なら誰だって気合を入れて準備するものだしと思ったんだけれど、メイの衣類は兄嫁が勝手に用意して、どれも無地だったらしい。もともと兄嫁は割と実用重視な人で、おいめいはシンプルな柄の服ばかり着ていた。特に安物の服ばかりというわけでもなく、いいものは多いメイと着せるので、ユニセックスな服ばかり着せていた。メイがスカートを履いているのはあまり見ない。うちも息子がいるけれど、息子の服を娘に着せても可愛くないので、基本はお下がりを前提に服を買うことはない。お揃いはよく買ったけど、メイはそれが羨ましくて仕方なかったそうで、それでも小学校は別だったから我慢できたけど、中学は一緒で10姉妹なのに、うちの娘は文具やタオルまで可愛い柄物なのに、自分は飾り気のないものばかりで惨めでたまらないという。娘はノートも文具もキャラ柄、メイは無印と、兄の所得は平均以上だし、兄嫁もケチではなく、兄嫁のセンスがモノトーン好みなので、それは家に帰ってお母さんとよく話し合いなさいと言って家に帰したら、兄嫁からうちのことに口出ししないで、私はうちの娘のようなのは嫌いなのと苦情の電話が来て、でもそれは兄嫁さんの趣味でしょう。メイちゃんだってたまには可愛い絵のものも欲しいんじゃないのと言ったんだけど、話にならず終わった。高校生くらいになると、メイはバイトして好きなものを買うようになったんだけれど、成人式の時も振袖なんて無駄、就活に使えるスーツでいいと言ったり、結婚の時もそんな派手なドレスは似合わない、シンプルな白だけで十分と言ったりで、メイは兄嫁のアドバイスは全く聞く耳持たない。メイも昨年ママになり、娘ちゃんにはフリフリで可愛らしい服を着せている。それを見て兄嫁が、あんなの着せるだけ無駄、あなたの影響よねとよく嫌味を言う。私に八つ当たりは止めてほしいわ。メイがなんとか自分を保っててよかった。今度は子供にフリフリを押し付けすぎないといいけど、自分が嬉しいってのはお金使う理由としては十分なんだけどね。もちろん自分の払える範囲内で。八つ当たりうぜえ。